木原防衛大臣は一昨日長崎県で行った衆議院長崎4区の補欠選挙の応援演説で、自衛隊並びに家族の苦労に報いることになると訴え、政治的中立について定めた自衛隊法などに抵触する恐れが指摘されていました。その後、木原氏は発言を撤回しています。自衛官とその家族への敬意と感謝を述べたものという趣旨を 説明した上で、誤解を招くのであれば撤回したい、子どもで説明をしていると承知をしています。岸田総理は木原氏についてこのように述べた上で、引き続き防衛大臣の職務に当たらせる考えを示しました。